わかった。まあ。お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ、我と共に参りましょうぞ。このフクロウは巫女様の尊いその恩賜。お守りしたいだけにございます。お主は流因に見入られたか。話すことはない。猿がよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能した。満足しましたら帰ります。生きておいでだったとは。計りごとよ。お前こそあの世死んだと思うておったがな。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。はわしはあの巫女の力を流因を手中にしようと思う。ですが。わかっておる。第一の掟により父が命じる。今よりあの巫女はお前の主ではない。巫女様を。そうじゃ、大吉の言葉に従い。できませぬ。できぬだと。忍びがなんと、うん、せがれよ。なぜこの父の思いがわからぬのだ。忍びの掟を忘れたか。掟は己で定める。そう決めました。我が主のように。少しは成長しておるようだな。やろうか。狼よ。参る。逆たぶりよな。逆らうことは許されぬ。守れておらん。
だった。Thank you.
神。
Thank you.
り。たぶるよな。おい、
絶対逆らうことは許されん。守れておらん。We'll be right back.
狼殿、狼本未見の死、九郎様の不死では、ま、狼ご無事、フクロウ切りました。九郎さん、すまなすべ、狼ありがとう。父がこれを持って、これは、そうか、はい、これでまた一つ、あ、そうだな。